鶴ヶ港は福井県鶴ヶ市の鶴ヶ湾に所在する港湾。港湾管理者は福井県、港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。近年、鶴ヶ港国際ターミナルの完成や国際労働線の就航などにより、国際コンテナの取り扱いを急速に伸ばしている。平成23年に国土交通省により、 日本海側拠点港の一つに選定された。軍事、防衛関係は、京都府の舞鶴港、民間の物流、人流関係は、鶴ヶ港として住み分けつつ、それぞれ独自に今日まで発展してきた。三方を山に囲まれた天然の良港であり、古代から栄え牧海しのために、松原客館が置かれていた。鎌倉時代にはやや衰退したと考えられるが、戦国時代には、 朝倉市の保護を受けて再興された。さらに、朝倉市を破った織田信長や、その事実上の後継者である、豊臣秀吉らによって、日本全国が平定された安土桃山時代には、全国的に海運が盛んになったことから発展し、ここを拠点とする交渉も生まれた。江戸時代初期には、北陸地方などからの米等を運んできた船が多く、入港したが、中期には、 西回り航路の開発により一時的に停滞する。しかし、米に代わって、関西地方や琉球王国向けの北海道のニシンや、昆布等が主要な物産として、活気をもたらした。幕末の1858年には、大野藩所有の西洋式法船、王の丸が、母校とし、明治15年の鉄道開通は港に、さらなる繁栄をもたらし、明治25年には、 北前船の選手であった大和田僧7によって大和田銀行が創立された。1912年の鶴河を視化し、鉄道建設が延伸されると港は大打撃を受け海外貿易に活路を乱すことになる。1899年に開港上に指定されると1902年にはロシア帝国のウラジオストックとの間に定期船が開かれた。同年の輸出額は5万1000円で、 前年の1645倍に急増した。1907年に第一種重要公安に指定され、敦賀郵便局が外国郵便交換局に指定されたことから、日本からの国際郵便の大半が敦賀港を経由することになった。明治後期にはロシア領事館が開設され、ロ義郵艦隊敦賀支店長が領事業務を兼務し、大正末にはソビエト領事館が 新たに設置されて専任人の規制料不良時が赴任している。1912年には、ウラジオストク航路に接続する国際列車が新橋駅と金ヶ崎駅との間に走り出した。1916年の統計では、貿易総額は5600万円で、日本国内第異位であった。そのうちの約96%に相当する5400万円は、ロシアとの貿易によるものである。 1918年には、ロシアの作曲家プロコフィエフが米への亡命途上、鶴ヶ港より日本に上陸した。同年、キヨツとの間に抵抗論が開設されている。1960年前後の鶴ヶ港1940年から1941年までの間、リトアニア領事入り、杉原千雲への発給した命のビザによって、約6000人のユダヤ人難民が、 シベリア鉄道からウラジオストク経由で、鶴ヶへ上陸した。鶴ヶ港は以前以後の幾度も難民を受け入れてきたことから、人道の港と呼ばれた。2013年12月にはかつて三橋だった地点に、1920年、ポーランド孤児1940年ユダヤ難民、上陸地点と記した名盤が埋め込まれた。第二次世界大戦末期の1945年には、繰り返し、 アメリカ軍の空襲にさらされた。鶴ヶ市街地は壊滅し、鶴ヶ港と周辺には、嫌いがまかれた。戦後も影響が残って、港湾機能は回復せず、嫌い除去の安全宣言が出されたのは1952年になった。しばらく石炭の中継港の役割を担うにとどまっていたが、1951年に港湾法による重要港湾に指定され、 1957年にはソ連との貿易も復活した。1970年に北海道航路が開設されて大型フェリースズランマルが就航し、1973年に川崎松江岸壁が完成した。1999年7月に開港100周年を迎え、記念事業として鶴がきらめき港博21が開催され、合わせて 金ヶ崎緑地などウォーターフロントが整備された。鶴ヶ港は、鶴ヶ湾王の旧将の川川口周辺を起源としているが、現行の鶴ヶ港の区域は、鶴ヶ半島が先端部で大きく、南東へ垂れ下がった地形の先にある、明神先と、ほぼその延長上に位置し、越前海岸側から湾へ突き出ている松ヶ崎を、結んだ直線より、南西側としており、鶴ヶ湾の面積の、 約半分を占める。主要施設が多く以下で小実する本校、新興地区のほか、両地区から、下飛松原を隔てて、西側になる、井の口側川口周辺に位置し木材加工場と、直結する貯木場や公共マリーナがある、花城地区、かつては、独立した漁港であった、いくつかの漁船系流岸壁、湾上の県域、東病区域、北部に浮かぶ水島の産橋、 さらには、名神崎内川の最北端に位置し、湾王から 10km 以上の距離にある原田、鶴ヶ発電所専用岩壁も、構内施設に含まれる。開港機能のうち、大阪県駅所鶴ヶ出張所が非常中間所である。ほか、名古屋出入国在留管理局福井出張所、名古屋植物貿易所伏木戸山支所など、鶴ヶ市に所在しない管所が関係し、 国際出入港に際しては必要に応じ、出張対応となる場合がある。なお、鶴ヶ港は、動物検疫所対象品目輸出入の指定は、受けていない。金ヶ崎緑地から望む、本港地区の天馬桟橋と、桜井岩壁鶴ヶ港のシンボル地区で、ウォーターフロントには、きらめき港館や旧鶴ヶ港駅舎、赤レンガ倉庫、倉庫群など、港町、 鶴ヶを代表する施設が集積する。本港地区は港アシスの登録をしていて、金ヶ崎緑地を代表施設とする港アシス鶴ヶとして交流拠点ともなっている。鶴ヶが港に停泊中の新日本海フェリーのスズラン。鶴ヶが港は、鶴ヶ港の内丸山地区で建設の進んでいる区域の通称であり、現在は実質的に 新日本海フェリー鶴がフェリーターミナルの通称である。1996年6月にフェリーターミナルが同志川崎町から同志丸山へ移転。同時に鶴が小樽航路に四代目、鈴蘭、初代、水仙が就航した。移転当初は高波などの影響でフェリーが新ターミナルに接岸できずに旧ターミナルへ接岸することもあったが、現在は、 整備が進んで高天寺の接岸もできる。新ターミナルの開業と同時に国道8号鶴ヶバイパスが延伸された。近畿地方各地への便も良い点から北海道へバイクや自家用車の旅行のほか物流でも利用が多い。現在フェリーターミナル南側で多目的国際ターミナルの建設が進められている。完成すると 水深14メートルで5万トン級の大型船舶が、接岸できるようになるが、これは、特定重要港湾に匹敵する規模である。なお、国際ターミナル建設では、明日ワが赤線激甚災害対策特別緊急、事業で行われている川床掘り下げ工事で発生した、土砂を鶴ヶまで輸送して埋め立てている。鶴ヶ港を含めて、越前岬から、 常上岬までの海岸線を海上保安庁、第8管区海上保安本部鶴ヶ海上保安部が直轄するほか、福井海上保安所と小浜海上保安所を配下に置いて、福井県沿岸一帯を管轄している。かつては JR 貨物の貨物駅として鶴ヶ港駅が存在した。後に同駅は鶴ヶ港新営業所に変更され、トラック便が発着している。 いずれも新日本海フェリーが運行している。所要時間、トマコマイ行約19時間、鶴が公約20時間40分。所要時間、トマコマイ行約31時間20分。鶴が公約34時間。所要時間、小樽行約19時間、鶴が公約21時間。ありがとうございます。